読売ジャイアンツ対福岡ソフトバンクホークスのゲームを。さあ一塁には先制のランナー、バッターは加藤。まあここは送った方がいいと思いますけどね。痛烈、これはセカンドライナー、ワンアウトランナー一塁となりました。さあ先制のランナーが一塁です。バッターボックスには加藤。まあ送ってくるんじゃないでしょうか。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入れば先制。2球目打ちました。ここは打ち上げています。マギーが掴んで2アウト、2アウトランナー1塁と変わります。2番バッター加藤、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトランナーありません。初球打ち、ヒットになった、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。2アウトからランナーが出ました、ソフトバンクホークス。2アウトランナー2塁、厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。まあ素晴らしいバットコントロールですね。西さん、リードして迎えたこの7回なんですが、まだこの点差では油断はできませんよね。まあもうちょっと点差。初球打ち、伸びていく、どうだ、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。初球でした。しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。ソフトバンクホークス3対1。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、今のバッティングご覧いただきましょう。しっかり振り抜けてましたし距離も完璧でしたね。バッターボックス加藤、先ほどの打席でソロホームランを放っています。ホークスこの回追加点、引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、ファーストランナー一気にホームイン、ホークス1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、5対1、ホークス4点リードとなりました。ここはうまく引っ張っていきました。見事なタイムリーです。うん、そうですね、綺麗に打ってますし、いいバッティングですよね。2番バッター加藤、まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。初球ストライク、この球は低めに決まった。ここはあっという間に追い込んでいます。今のはよく見ましたね。うん、そうですね、センターへ、ワンバウンドヒットになった、サードランナーホームイン、ホークス追加点を挙げました。9対1、リードを8点に広げました。ソフトバンク、打ちに打ちました、大量リード大量得点で勝ちました。